いらないか。あ、もう配信い始らめないてるか。かな。いや、はーい。なんかでもなんかさ、なんだろうな、くるくるもいいんだけど、やっぱ水圧上げてえよな。やっぱあれ元を上げるしかないもんね。やっぱ水圧って正義だよでもまずね、な。出ないの？星が40にならないとね、マ買えジない。かよ。そりゃねえぜ。いや、水圧は正義なのよ、マジで。いや、全然、まあとりあえず今でも結構相当強いからね。強いは強いから。まあ始めましょはいはい、お願いします。う。はい。お、来た来た。ゾンビ君は入れるかな。あれ、フレンドが、プレイ中のフレンドがいないぞ。マルチプレイモードがオフになってる。なんでか、もう初期設定がそれなんだね、じゃあ。ああ、それじゃない。多なあ、大丈夫だよ。分。OK です。どうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。我々がピーチパイ先生の時々ゾンビでございます。はい、池波です。パワーオッシュシミュレーター。まあ、説明しなくても分かるよね。パワーウォッ村がシュのシ汚ミュレーねえ。ターだよっていう話ですから、さあ続きの方やっていきましょう。まあ、昨日まあ、は屋ね、根か。昨日の動画見てもらえたら分かると思うんですけど、もうね、もう盛り上がりに盛りの盛りだったね。個人本当的でにすはですけどね。か？もう僕、本当ですいか？や、じゃあ別に考えるとさ、じゃあ今年、じゃあまあ今年今とこ、まあ4月から入っていろんなゲームやってきましたけど、1位なんだって言われるとちょっとこれ入っちゃう恐れも出てくるぐらいね。そんだけなかったですか、じゃあ何今年あるは。よって話で、まあ、ディアブロも面白かったけどさ、でもまあもう今なんかちょっと今データ全に然や入っっててんじないゃん、しデータね。に入ってんじゃん。やっぱり長く続長いけコるンかテンツにならなかったね、意外私たに、ちの中意で。外に疲れちゃうなっていうのがあったりとかさ、するじゃない？ってなった時に、まあ、あと何やったかな。まあ、俺は COD やったりとかさ、まあ、いろいろやってはいるけそうどださ、ね。そう、やったりとか、まあ、いろいろあるけど、まあ、いろいろ考えた結果さ、何があるんだっていうふうに思った時にだよ。これ実は、これなんじゃないかっていう。まあ、マルチのゲームでよかったのってなるとね、まあ、俺結上位構、に入ってきてしまうかもしれない、そう。これが。結構ね、もう続編、もしもう続編作るときにお金足りないんですっつってさ、今あるじゃん、お金をなんか貸す、だか、クラウドファンディングクですラウドファンか？ディング的なやつ、もしあるっつったら僕は余裕で1万出しますよ。パワーウォッシュシミュレーター T シャツがもらえるんだったら全然僕。T シャツ出た。 T シャツ好きですね。いや、これちょっとさ、1日開けてさ、今やってるわけじゃない。まだ面白いもんね、やっぱり。今これシューってやってるだけで、シューってやってるだけだろよ。あ、でも心がね、無になりますよね。いいですね。喋りやすい。お、屋根終わっおお、た。屋根終わった。素晴終らしい。わった。屋根終わったのでかいよ。これ細かいところがね、結構残るあのれ、よおね。ぞん、あ、なんか見えない壁がある。おぞんに届いてない。見えない壁。見えない壁があるぞ。あ、届いた。本当だ。え、当たってる？ 当たってるか、俺私にのはアフ当たってロるー。ようにはなってないんだけくど。そ。残念だったな。早く仕事しろ。くそ。結構残ってる、これ汚れ。実は。
あれ、ここダメ？ここだけじゃ、あ、ここか。水圧を上げてもここがやはり下せぬか。厳しいな、ジャッジ厳しいな。細かいところのジャッジが本当に厳しい、このゲーム。無駄に、うん、おー、よし、柱。じゃあここの柱終わってないってことか。マジか、ここの柱ジャッジ厳しくね。ここは柱認定じゃないのかな。困り申した。あー、やっぱ薄く汚れ取れんのやっぱり気持ち悪いな。でも一旦薄く汚れ取ってさ、緑が万能になってるよ。黄色も落とせるから。あ、まあ、緑ちょっと強いよね。今ちょっと緑の強さが今再評価されてるところだよね。うん、いい感じ。きたね。まだこんなさ、このさ、屋根の上、屋根の裏っていうのかな、汚れる。屋根の裏って、ね、汚れなくない？どうなったらこうなるの。そう、本当教えてほしい。屋根の裏なんて汚れねえんだよ普通に考えて。もう誰だこの柱やったの、こんなのやり残し。新人やったなお前、こう柱。何だこの中途半端な、おい、中途半端な、この細かいところ、この細かいところできるようにならねえと時給が増えねえんだな俺。あ、こっち切ったね。マジか。ほぼノータッチだった。やったもクソもねえよ。あ、オッケーオッケー。おいしょ。あ、切ったね。あれ、登れないかな。微妙になんか登れないな。よいしょい、やっさ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 い、やっさっさい、やっさっさい。こっちか、こうか、オッケー。多分そろそろあれじゃないかな。俺のことだから、俺はわかるよ。もうすぐしたら多分デコがね、オレンジ色の清掃服着て多分突っ込んでくるはずだ。あれでもデコさん PS5 だっけ？デコさん PS5 じゃん。あ、そう。変えた、じゃあ来れるか。うん、PS5 だったはず。変えたっけ？買ったはず、デコさん。うん。なんか盗んだっつってた気がする。やる。うん。って聞いた気がする。なかなかやるな。うん。なんか盗んだっつった。ピッキングしたっつったもん、確か。伊達にね、龍がことやってないな。龍ごとでピッキング、ピッキング、龍がごとくてピッキングあったっけ、そんな。わかんない、なかったと思うけど、うん、泣くね。ここら辺の汚れ、ここら辺の汚れって犯罪行為にね、抵抗がない、抵抗がないから、デコさんはそういう人だよ。龍がごとくやってくから、うん、まあ言っても俺たちもね、あの強盗に関しては一切抵抗ないから。そうそう、強盗はするもんだと思ってるから。一般人は一回殴ってしゃがませるってことふうに思ってるから。そう。あ、ここ気持ちいいな。うわ、ここ超気持ちいい。屋根きたね、本当に。屋根つらいっしょ。きたね。屋根結構つらいよね、やってて。屋根結構苦労だ。いやでもだいぶね、水圧が強くなったからね、まだ楽だよ。楽？いや、白でもだいぶ落とせるから。俺前の面のさ、もう屋根が本当本当、うん、きつかったね。マジ辛かった本当に。結構辛さレベル上位に入るよあれ。そんな？もう結構辛かったあれ。わあ、オッケーオッケー。こまごました汚れが。うわ、ここ汚ね。雨どい超汚い。苔だらけ。雨どいね。結構なんか変な角度入っちゃってさ、意外にやりづらいんだよね、雨どいって。うん。そうそう。汚ね。もう今こうやりながらもさ、次は一体どこを掃除するんだろうって考えて、ちょっとワクワクしてる自分がいるんだよ。
次は一体なんだっていう。いやでもそっか、何が来るみたいな。でも考えたら家まだね楽勝なんだよね、一箇所に集まってるから。公園がほんあ、とまあつらそうかっだたね。うん、細な。かいしあのね。公園はね、ほんとまで2人でやるんじゃないよ、あれ。あれ、6人がかりだよ、多分。フルパでやんなきゃ無理がある。古いや、フルパじゃなきゃ無理じゃない、あれ。はっきり言って。結構きいつや、でかっもたよ。短時間で済まそうと思っちゃうから、ああ、まあれあまあ。なんだよ。長い目でね、だか見ら、て。ね、仕事なんだったら早く短時間で終わらせて、とっとと帰って飯食うが一番いいんだもん。だらだら仕事するって一番嫌いだろ。ダラダラはやりません。だらだら仕事するやつはね、ほんそとね、んなね、ダラダラ害時悪給だをよ。ね、むさぼるようパクなやろうつとは。してませんわ。そうそうそうじです。時給を肥やしに生きるうじです。でもさ、なんか別にサラリーマンとかでもさ、なんかいるじゃん。だらだら仕事するやつも、こいつ帰りたくねえのかなみたいなやついるじゃん。あれ、ほんとマジ理解できない。それはある。なんか多分用事がないのかな、家で。そんな別に早く帰りたいとかいう、そういう願望ないんじゃないいや、俺なんか超早く帰りてえ、マジの？ね、1秒でも早く帰りたいよ。で。なんかあれなんだろうね、そのプライドがあるのかどうかわかんないけどさ、別にさ、家帰ってさ、じゃあ、なんかさ、どうせ家帰ってテレビ見るだけだからとかさ、家帰ってなんかダラダラするだけだからって言うけどさ、そのダラダラも用事だからね、俺からするとそうだよ、十分だ。そうだよ。それをね、ひどく勘違いして、それやったらなんか負けみたいな思ってるかやつもいるかもしれないけど、いいじゃん。普段終わったら家帰ってダラダラして、で、たまの休みにどっか出かけたりとかすりゃいいじゃん。それだけでマジ十分幸せな生活だよ。なんか成し遂げないといけないと思ってるやつ多すぎ。それはある。それは本当もう最近。いやー、来たー、まだ終わった。この対比ね。いや、ここさ。いや、汚ね、どんだけうんちつけられてんの、鳥の。汚ね。でもそりゃさ、こ汚ね。んだけ放置されてりゃさ、そりゃ鳥も糞するぜ。てか鳥も住み着くぜ。巣作るわな。よくこんな綺麗に形が残ってるよ、家の。昔さ、よくさ、なんか普段からさ、駐車場とかによくありがちだったけどさ、最近ツバメの巣見ないよね。見るよ。嘘。見近る。所のドラッグストアとかある？作ってたよ。なんかそう、そんなあるじゃん。なんかさ、ツバメがさ、巣作ったらさ、なんかツバメの巣の周りさ、コーティングする家必ずいるよああ、ね。なんか下に縁起、段なんボか、ール引いたりとかそう、なんかね、縁起いいんうだんっちがけ？ひどいから。縁起いいんだっけ？ツバメが巣作ると、確か。繁栄とかするんだっけ？確か。そんなだったっけな。多分なんかいいんだろ、いいよね、確かなんかすごい大事にするよね。ね。多分またね、来年も来るだろうから楽しみ。そうだね。毎回準備してるもんね、ああいう人、ああいう家の人って。ういう細けいところのジャッジ。いやー、でももう10月入ったよ。ね。もうすぐ12月よ。やだやだ。あっちゅう間よ。あっちゅうまん。え？あったよ、そんな歌。え？あっちゅうまん、あっちゅうまん。嘘魔法で。ガッツだぜ。今のとガッツだぜ。ガッツだぜ。ガッツの世界。もう10月っすね、気がつけば。もう1年終わっちゃいますあっという間よ。よ。いや、今年はなんかすげえ早かったな。例年にも増して早かったな。仕事忙しかったんだろうな、多分。なんか来年はもうちょっとのんびりしたいな。ゲームやる時間増やしたい。全然のんびりできないな。目指せ1000時間、来年。全然時間。
来年は、来年もうちょっ戦と時間こやるゲームが出てほしいね。戦時う、い間や、やなんりかたいぐもうらいちのょっゲーとムが出てほしいさ、わ。来年はさ、ツイッチさ、サブスク化したいじゃん。てか、今年中にできれば異常だったんだけどさ。サブスク、スタンプ作りたいじゃん。あれ何人でできるの？50ですかね。50か。だからあれだよ、ほうほう。誰かのチャンネル行ってさ、キノミンがさ、行ってさ、このピーチパイのアカウントで行ってさ、で、なんか、こんにちはとか言ってさ、よろしくお願いしますって言って、フォローして、フォロー返ししてもらえば、それでも50人いくから。相互、ツイッチは相互許されてる。いや、私は結構見に行ったりしてんだけどさ、でもうん。自分のアカウントでやってるかあ、そら、らあかん。そらあかだっんわ。てそれ、おぞんのアカウントできないんだもんだって、挨拶。あれ？貼りがあったっけ？いや、配信は接続できてる。だから PC の方で多分やんないとダメなんだああ、と思う。なるほスどマね。ホは自分のだからさ、主にスマホなでる見ほてど、るスんマだホできちゃうもんね。ね。あと7パース。うわ、屋根やだ、屋根と雨どい。屋根だけじゃん。汚ね、鳥のうんこ、うんこ、普通にうんこっつっちゃ何ら抵抗すら感じてない。この上か。いやー、ここだけじゃないですか。実は。もう屋根、来ましたあよ。と屋根と雨じゃあ、どい。押したから攻めますえ？わ。もうこの、今、木の実の下にいるわ、ああ、私。本当？だいぶなんか範囲優しいな、屋根は。屋根やだっってぱまだ広いまかだら、まだ汚れよ残ってんのにね、チーンってびっくりしちゃった広いからジャッジ結構緩いんだよ。ね。かもう優いいしい。加減にしろっていう思いがあったんだ。そろそろ終わらせとそけっていう、もういいだろお前っう。て。いつまでやってんだお前みたいな。いや、ゾンのとこも汚ねえな。ゾンのとこって言うなよ。 俺がやったみてえじゃねえか。オッケー、窓枠オッケー。いや、ここやば。いや、マジ雨どい大変だよ、これね。汚ね。マ雨ジどで。いが一番汚いかも。あとゾンが下からやってくれれば OK かな、雨どいは、多分。雨どいでも、雨どいまだ汚い。え？オッケー、雨どいチ終ーンわっなた。んない？あ、なったなったなった。終わった。窓枠。窓枠ね。窓枠は意外にジャッジ厳しいんだよああ、そうそうそう。ね。うん。あ、OK、窓あれ、はしご1個しかないのか。OK。あ、こっち持ってきちゃった。 なんかさっき2つ置いてあった気がするんだけどいや、な。一つじゃないか。1個なんだ。うん。オッケー、あとこの屋根だけだ。いけるかな。やっぱこう広い、でかいところはやっぱ白がちょっと役立つかな。白で一旦薄い汚れをさ、取って、で、後から頑固な汚れを処理していくスタイルね。がいいのか処理していくスタイル。な。 OK、 終わった。99、ここがなんだな。あと一発。場所どこだ。煙突の上部。なにこれ、花隠れ座、花隠れ板って何？何それ。雨どいがここまだ終わっ汚いての。ないっすね。結構残ってんわあ、落ちた。
ナイス。お、あ、問題も終わった。マジ？で、あとは。ここってこと？この上か。ここ、あ、いいでしょう、もうやらんでも。やんなきゃダメ。きびいな、ジャッジ。ここまだか。あ、終わった。よし、で。オッケー。鼻がグレーと思った。あと雨どいもあと2個だ。あとレンガか。窓、窓枠、鼻がグレーと。鼻がグレーで終わってる。雨どいどこの雨どい？ここの2つはチーンになったけど、まだある雨どい。雨どい。あ、ここの雨どいだ。あと2つっつってたな。黄色くなってるところ、あ、ここだ。あった。この上じゃ上がれない。あ、上がれない。あ、これ上がれない。なんでこのはしご超むずい。え、なにこのはしご。落ちちゃう時あるよね。過去一むずいんだけど、このはしご。あれ、雨どいまだチーンならないの。厳しいな、なんか下から？いや、でも下からは見た感じ、そうでもなかったよ。そんなについてないね。うん、別にそんなだったけど。あ、ここもあるね。雨どい厳しいな。雨どい厳しい。うん。雨どいなん下からもちょっと洗っとくわ。雨どいなんて汚れてなんぼみたいなとこあるの。ほんと。雨どいに対してすげえ厳しい。制作者の意図を感じる。全然汚いや。雨どいに対するジャッジがすごく制作者の強い。ああ、終わった。一個ここから行かなきゃダメか。雨どい。あ、この、あ、ここから狙ったっすけど、ね、オッケーオッケーって言った。あとは、うん、レンガ。レンガ。窓枠。どこだ窓。窓枠の縁。2階だろうな、多分。これここは終わった確認もらってるから、こっちだな、多分。え、ここ。いや、ここセーフだな。窓は結構汚いな、これ。そっち？十字のところがね、結構見逃してる。おしっこ終わった。あとは？この窓は平気。あ、ここ汚い。おお。あとは窓。あ、ガレージのここ汚いの上。窓、手すり。ここあったな。手すり見てくるか、ちょっと。じゃあ、お、終わった。手すり、こっち側も。あ、まだ来た。手すりなんてどこ来たねん。見えねえぞ。よいしょ。手すりってこれでしょ。よし。あとはここもこっちか。終わった。あとは、え、手すりってどこだ。レンガ、あとレンガ。あった、ここだ。レンガ、手すり。手すり終わる。オッケー、手すり終わった。あれ、窓枠は終わったけど、窓がまだ残ってるところあるな。窓どこ、どこだ。ここの窓オッケーだな。上の窓もオッケーだったはず。ここも大丈夫だな。何の反応もしないな。うん、下じゃあ。しとこう。まず窓やっちゃおうか。あとレンガってどこだ、ね。ああ、レンガここじゃねえかな。オッケー、レンガ終わった。窓。窓。ここは。ここ綺麗だしな。綺麗だな。窓厳しいな。窓厳しいな。
上から適当に打ってりゃ治んねえ。窓上行くか。じゃあしょうね、はしごかれるぞ。うちのこれか。ここは見逃してしまうな。何取っちゃう何ガムちゃんみたいな言い方したけど何だっちゃって急にいや一番低くしゃがんでんのになんか立っちゃうの勝手に。あ、立っちゃうっつったの。そう、なんで立っちゃうのっつって何だっちゃっていうか急な急なラムちゃん性らしいよ。どうしたのかな。ここのまた下かなって、お宅にこび始めたのかなって。しかも一定の一定の年齢層のお宅にこび始めたのかな。かなり高いよ、かなり高い年齢。いや、そこ狙っていかないとやっぱり。そこの年齢層が多分一番今暇なんだから。暇、ここは平気か。暇で独身で金は持て余してるんだから多分。あれどこ？窓ってえなくに？木製の縁ってさどこを指してる？あ、わかった、ここだ。オッケー、窓割った。ここのね下、裏側がね、なるほどね、なるほどなるほど、これも伏せてやるしかないです。あれ、いや、ゾンビ君全然できてないぞ。いや、んなことない。んなことないぞ。んなことないぞ。できてますか？できてますよ。できてますよ。このくるくる、くるくる、くるくるスチームでできてます。大丈夫ですか？大丈夫です。できてますよ。起きるでしょ。ゾンビ君も洗っとこうか。やめて。ね。ゾンビ君も洗っとこう。あとここだけじゃない？ああ、もう5個あるな。1個終わった。オッケー。あと2個。終わった。じゃあこっちだな。ここだな。多分。あ、ここだわ。間違いね。オッケー、オッケー。ここじゃない。ここ。え、ここじゃない。どこ？ここ。え、ここじゃない。ここデッキだもんな。ここ汚れ表示ないな。どこだ？あ、ここか。あ、違う。ここか。上もあるのかな、縁。いや、さすがに。ないよね。あ、ミッケ。嘘。汚れミッケ。それで終わりじゃない。うん。ノズル長くして、お、終わった終わった、 100% だ、やっさー、やったー、終わったぜ、うわー、きれいきれい、サッカーしようぜ。これさ、写真のところしか見えないからさ、裏から綺麗にしてた方がいいのかな。あー、確かそれあるね。ちょっと寂しいよね。あ、いいね、いいね、頑張ってるね。めちゃくちゃ頑張ってる ね、 いいね。これ見るために頑張ってみたとこあるもんだ、やっぱり。うん、ほんと。いいな、これは良かったですね。いいね、素晴らしいです。ようやったわ。ほんと、なんか達成感えぐいわ。次の仕事いきましょうか。そうですね、次の行きましょう。ちょっと待ってくださいね。この家あれだったんだ、有名な女優の家だったんだ。うわぁ、どっち、いや、ハードな方先で、うん、ゆったりな方を後にするか。マジか、ハードなの来ましたよ。なんか新しいガジェット買えないの？いや、買えない。ハードな方だったら。マジか。じゃあ、今のパワーでやるしかないんだ。そう。よし、やるしかないな。おいで。ハーディーな方行くか、じゃあ。行きましょうか。よし。
はは何これ、ここ何これ、あスケボーやるところ、そうだと思う。 いいよ汚ねえままでこんなの別に汚ねえその方が雰囲気出ていいだろう。うんと、これさタイムラプスが映るってことはさ、どっかに落書きしたのがしばらく置いときゃ外出てくるってことか。じゃあ書いとく。これは黙々とやってしまうぞ。ここは結構難易度高いぞ。うん、壁から行くじゃあ俺反対側から攻めるか。いやーマジか、これちょっと一旦さちょっと白で一旦、えこの落書きも消さなきゃいけないのか、このあーこれも消すんだ。白で一旦汚れ全体的に、この壁の落書きもやっぱ落とさなきゃいけないみたい。はあ、アートじゃないんだ、グラフィティじゃないんだ、落とさなきゃいけないんだ。まあ普通のおじいちゃんおばあちゃんからしたら意味わかんないもんね、落書きでしかないもん。でも壁の落書き黄色で落とせるわ。あ嘘、水圧上がったからだ、楽だ。うん楽だわ、よかった。いやでも結構白強えな、結構落ちる、うん、意外とね頑張ってくれてるよね白も。うん、このでかい壁とか結構白でやると結構案外さーっと落ちる。うん、いやほんとこういう壁の落書き見てると、なんでバンクシーは消さなくていいのって思っちゃうわ。価値があるからだ。いや意味がわかんない。でもなんか電車の窓に書いたら速攻消されてたけど、ね、あそうなんだ、確かそうだよね。なんだよ、なんか電車の窓に書いてたからだよ、ダメってこと。そう、そこはやっぱダメ。それ言い出したら人ん家にやる方がまず問題じゃん。そうだよね、なんでそれは許されて、ほんとなんでバンクシーだけ優遇されてんの。納得いかんぜ。なぜならバンクシーだからだね。謎だわ、こればっかりはしょうがない、お金を生むから。正解はお金を生むからでした。世の中金か。ディリンディリン、そうです、ちくしゃー、うん、まあ一部のお金持ちのものだね。あまあね、全然俺ら関係ないもん。バンクシーが落書きしようがしまいが本当。なバンクシーの絵は落書きかどうかなんて別にさ、なんか一時さ日本でも描いてったとか言ってさ、あったね、話題になってたよね。でも偽物が結構そっから多発して、まあ、あれさ絵っていうかさ、うん、プリントでさ、うん、パソコンで型抜きだけ作ってさ、その場にその紙貼り付けてシューってやるだけだからさ、ぶっちゃけ作ろうと思えばすぐ作れんだよね。うん、真似しようと思えばできちゃう、うん、すぐできちゃう、うん、まあそりゃ増えるよ、うん、これ長いノズルにして白でやるとめっちゃ早いぞ壁。マジで、うん、めっちゃ早い。このドア開けられないんや、どこっち、え、めっちゃ早いんだけど、綺麗認定もらってないの。あでも一応綺麗やなってんだ。なぜチーンと言わない。ダメ？チーン。ダメ？これまさかだけどこのさ。うん、壁の上とかもやんなきゃダメって話もしかしてかもしれない。うわ地獄。
うんこって書いたの誰や？いや、それあとタイムラプスで残ってるのが面白いなと思って。落書きでうんこって書いたの誰や？ ひどい話だな、ほんとひに。どい落書きだよ、ほん最とにね。低のグラフィティだぜ。うんこは一番ダメ。最悪のセンスだわ、もう。ほんと。小2。今だけ小2も書かない。うんこなんて。本当だよ。壁チンって言わない。なんでなんでなんで。あー、やっぱこれ上。嘘でしょ、外から。外も。うんこの落書き腹立つな、視界に入ると。ムカつくよ。ムカつくわ。脚立がねえともできねえ。脚立借りるぞ。おい、持ってけい。おい。上もやんなきゃいけないんだな。これ大変だわ。よいしょ、いいじっと。これもう 俺ここほとんど白でいけるかな。おお、やったな、ついになった。あ、緑でも落ちるな、落書き。いいな。緑落ちんだ。緑でも落ちてるのあるね。はしご、ここはしごか、もしかして。入っていった。ここはしごくせ。あ、ノズル長いのも買っといてよかったな。ノズルだいぶ長楽いだのね。結構大事よ、これ。だいぶ楽。違うわ。全然違う。頑固な汚れがなかなか落ちねえんだよな、これ。がんこちゃん。全体的に薄く汚れ取ってった方がいいのかな。なんかやり方がまだ、ハウトゥーが読めないな。それでどんどうどんすやっるちゃう方が。とあれなんだよね、やり残したところがさ分かりにそくくこなったりなするのよ、から、そうなのよ。それなのよ。それがね、結構あるよね。そうなのよ。あ、これはなかなかしぶとい落書きだな。緑じゃ落ちない。嘘。うん、緑じゃ落ちないなんてなかなかじゃね。よいしょ。鍵だからね。まあ、スプレーだと思うし。これは近距離にしてやらないとダメだな。なんでみんな同じ色で落書きしてんだよ。カラフルに行こうよ。缶買う金がねえんだろ。カラフルに行こうぜ、もっと。これは底辺だな。大変だね。これはだいぶ底辺だわ。これ実際問題、ここ全部掃除お願いしますっつったらいくらがかかるんだろうな、こういう業者にお願いしたら。もう家買えるんじゃない？ねえよ。家買えるぐらいい。や、多分でもこれぐらいの面積だろう。多分マジで分かんないけど、3、40万ぐらいじゃない？多分。そんなもんなの？だって2人でやってんでしょ？あ、まあ2人な。でも特殊な薬とか使ったらさ、でもこれ水しもっかと使ってかないかるかもししんない。
くそ。だから水しか使ってないからさ、別にそんなね。なんか洗剤使うかじゃあ。まあでも100万はいかないんじゃないの。100万いくかな、いくか。いやさすがにこれ100万ぐらいかかんなきゃちょっとやってらんないような業者さんも。そうだよ。マジ切りねえぞ。キャッツどこ使うの？あ、ここで使えんだ。え、これ嘘でしょ。え、これ嘘でしょ。マジやばくね？ん？ジャッジ厳しくね。白で落ちてるわ。ふいふいふい。うわ、これはハードな仕事だな。ハーディーですね、だいぶ。なんか全体的にスプリンクラーがなんか薬剤シャーってこう撒いてからやるべきだった気がするんだよね。本当だよ。スプリンクラーないの？てかさ、その協力で入ってる人にさ一切薬剤を使わせてくんないこのマッチングシステム、なんなのマジで。うんと、なんなん厳しいよ。ほんと。よし。ほい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 。いやーでもダメだ。なんか結構頑固だから、なんか床とかもさ、あんまし弱いやつ使うとさ、うん、取れない？取れないな。たまにはチンって鳴らしてよ。最近全然めっきり鳴らしてねえよ。あれここ。もう取り扱い範囲がでかすぎてちょっと。ここか。おお、綺麗になっていく。あ、ここがんこちゃん。ここがんこちゃんだな。え、ならない。基準がわからんね。範囲がよくわかんない。なってくれない。ならない。嘘だろ。なれよ。来たねえな。ならないだと。この人スケボーで滑れないぞ。なったぜ。やっとなってくれたぜ。いや滑りってなんかスケボーの人なんてだってこういう汚いところでやるからいいんじゃないの。やっぱり小綺麗なところでやりたくないでしょ。やだよやだよ、滑れないでしょ、こんな汚かったら。いや、そういうところでやるもんなんじゃないの、ストリートスポーツなんだから。汚すぎるよ。テリエ・ハーコーテンとかショーン・ホワイトとかでしょ。そうそうそう。俺が好きなこと、選手の名前テリエ・ハーコーテン。
大体あれだよね、スノーボード上手い人ってスケボーやってるよね、夏場。だから上手いらしいよ。スケボー、大体スノーボードで有名な選手ってスケボーやってるっぽいよ。スケボーでも有名みたいな。ね、きたね。これさ、もうそのスケボーやってる子たちもさ、これもう自分でやんないと。自分たちが使うところ、やっぱね、そう、欧米ってそういうところがある。やっぱりほら、あの、あれがないじゃない、学校終わった後にさ、そう、自分の教室掃除するっていう文化ないから、やっぱりこの子たち。ないね、確かに。お掃除の人がいるもんね。そう、お掃除おじさんがいるから、そこに任しちゃってるから、自分たちで自分が使ったものをきれいにするって感覚がまずない。彼らは、これ非常に良くない。ないね、良くないです。それがね、こう、このスケボー場をね、生み出してると言っても過言ではない。うわ、なんか謎のしぶとい汚れがあるな、ここの椅子。何これ、人のケツの跡が。ケツの跡が。ケツの跡って。ケツの跡。見方。ケツの油。ケツ、どんだけ座ってたの、ケツの油。やば、そいつ。すごいよ、だって。ほら、丸い跡が残ってんだ。そんな汚れるぐらいまで座ってないで、スケボーやれや。本当だよ。きっとね。いや、まだケツの油かどうか決まったわけじゃないんだけど。多分違うと思うし。違う？いや、ケツの油だよ、これだけ丸い跡。ケツの油ってなん、え、なんで、ズボン履いてないの、そいつ。なんでズボン履かないの、そいつ。履いてるけど、多分汗かいてにじみ出ちゃった、それが残ってるんでしょう、多分。どういう状況のやつそれ。な、太ってるの、太ってるとかいう次元じゃないと思うんだけど、それ俺。本当だよね、ケツの油。本当だよねじゃないんだよ。俺は否定派なんだよ。ケツの油。いや、俺賛成派に回ってないの、今の話。ここ楽しい。賛成してくれよ。なんだよ、だからケツの油って。ケツの油、ね。聞いたことねえね、ケツの油。こう見たらわかる、ここの椅子の跡。うん、気になっちゃうじゃん、見してよ。どこ。どれ。椅子をさ、掃除してってみ。でさ、十字キーさ、押してってみてよ。何色でやってる？本当だ、ケツの。あ、緑。ね、あるでしょ。これか。この丸いやつか。そう、ケツの跡。あるでしょ。しかも取れねえぞ、これ。そう。え、何これ？オレンジでやんないと取れない。オレンジ、黄色？あれでやんないと取れない。うわ、本当だ。何このケツの汚れ。すごいの。やば。いや、マジ、マジケツの油じゃん。でしょ、ケツの油でしょ。これは大変だわ、ケツの油大変だわ。何回言うねん、ケツの油。いや、あなたが言ってんの。ケツの油ってそんなに取れないんだ、知らなかった。ね、しぶといね。重曹つかなきゃ取れないんじゃない、ケツの油。やば、ケツの油よ、これ。あの、結構ここ早いな、分かりやすいな、掃除の仕方が分かりやすい。ただこれどこでチーンっていうかが、そうだね、問題だな、これ。とりあえずここは全部回ったけど、ここだよな。椅子長いな。椅子横に長い。だいぶ長い。これこっちかな。てか知らなかったけど、いのっちって副社長なんだ。そうだよ。あ、知らなかった。俺もいのっちはもう山口智子の奥さん、旦那さんっていうイメージしかないからさ。
いやー、命は本当怒るとめっちゃ怖いからね。見たことあるか？ 命が怒っめっちゃたと怖い。ころ。熱い男だよ、命は。命が怒ったとこ見たことあんのか？命熱い男だから。もうそれ怒られたやつの言い方なんだよ、命に。今日もなんか静止してたんだよ、ね、あ、そうなんだ。子供を見てるので、なんか大人がルールを守ってないのはちょっと良くないと思うみたいなこと言ってて、なんかマイクもなんかもらわずに何度も質問してるやつがいたらしくて、それに対してなんかバカだ命ね。を、別に命を怒ってなかった、その時冷静に対処してたよ。偉じゃあ怒ってないじゃん。い。うちの井ノ原は怖いよって。怒るぐらいよって。東が。そう、東が言って。うちの井ノ原怖いよ。うちの井ノ原は怖いよ。スプリンうちの井ノサー原をバやるよーって。うちの植草は笑ってるよーっていうかもしれない。 うちの植草は世界丸見えと渡る世間しか見ないよー。 知らないうちに、そう、大体のお母さん見てたよね。見てた。うちのおふくろ見てなかったの。でもそれなんか、でも他の親戚のお母さんとかみんな見てたのと、わたおに何が面白いんだよと思ってね。アーチ終わった、このアーチが終わったのは非常にでかい。何がおもろいんだよと思ってね。やっぱし、やなんっぱクソなやつらが多いから面白いんじゃないの。か誰かが不幸になったりとか辛い思いしてとか嫌なやつ出てくるとやっぱり見ちゃうんだね。いるよねそこういうやつみたいなことで。う、そう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 、マジで理解できない。なんでわざわざテレビ見て嫌な思いしなきゃいけないんだろう。いや、一番の見どころは加藤の拓三が酔っ払って髪型が乱れることところだな。そのためあのに髪型が乱れるとこそのために毎週見てるやついねえんだよ。ろ。なんかくたばれクソババーとか言ってね、なんかああ、はい酔っ払っはいはい、あったて。ね。うん、あるね、そのくだりね。あれ一番の見どころですから。見どころじゃねえよ。 そこ見どころとしてねえんだよ、誰も。あ、そうなんですか。そうだよ。初め誰てが、知りました。今回の見どころは角野のねえなんて誰も言ってないでしょって。あれ、なん初か、耳でこした。の間角野さんなんか記事で見たけど、すんげえあれ言ってたね、あのハリセンボンのあ、春菜？にすごい感謝してるっ春菜つってちた。ゃん。今までをそれまで綿鬼の、あの俳優さんっていうふうな言われ方してなしかしなかったけど、あれでやってくれたおかげで外でも角野さんってすごい言われるようになったから、すごい感謝してるっつって。確かにな、あんそうだなけん毎だ。回さ、角野卓造じゃねえよって言われたら、それ忘れねえもんな。そうだよあね。とみんなそれを言いたいからさ、覚えるもんね、名前を。これは何そ、を、尻が。これは 尻が静か。尻に苦戦して、尻の後。これは一体何よ、これなんだろう。そのスケボーのグリスってことなのかな。おー、アイス終わった。おー、ナイおス。し。おー、仕事だったね。本当だよ。お仕事でした。なんかさ、駅のさ、なんかこう待ち合わせするポイント的なとこだったりとかさ、公園とかにもさ、よくさ「スケボー禁止です」って書いてあってさ、いやまあそりゃそうだよねと思うね。人の通りもあるしさ、子供もいるところでさ、スケボーシャーってきてぶつかったら大変なことになるからさ、そうまだあまあね、ひど、危まあないそれよ。は非常に良くないなってことは思うんだけどさ、でもまあ逆にそのスケボープレイヤーたちの気持ちになって考えるとさ、じゃあどこでやんのって話だし、基こういうと本、ころないもんね。なんか少そう、ないっていうよあね。と基本的にスケボーとかってさ、移動で使うんじゃないのって思っちゃうんだけどさ、
それを封じられちゃうとな、もう、もはや。なんかといって歩道を走られてもな、困んだよな。そうね。スケボー、しかも、スケボーってさ、ブレーキないからね。道路はね、やっぱ危ないね。だから離れなきゃいいんだよ、手から、足から。スキーと一緒足離れないようにすんの？で。スケボー乗っだってさ、て。すっ転んでさ、すっ転んでスケボーだけどっか行っちゃったらさ、大変じゃん。なんか紐で繋いどきゃいいんじゃない？なんかそういうのなかったっけ？紐で繋いどくあのをるよね、義なんか務、ゴムみたいなのでなんか紐で繋い繋いでどない？くのを義務化するか、それか、まあもう取れねえように、バンズでさ、バンズの今後、その、スケボーにもう靴が常にくっついてるみたいなやつ売ってさ、それでやるしかねえけど、そうよ。共存していくの。ねえ。で、すっ転んで、そのそうそうスケボーだけファーっていっちゃってさ、誰かにぶつかって大怪我とか言ったらさ、またシャレなんないわけでしょ。う。シャレな内容だよ。サニダ先生。今誰があの人を先生呼ばわりしてるんだ。サニダ先生で。私が切れても知らないからね。最高。好きにしたらいいじゃんと思うよ。怒れたきゃ怒りゃいいじゃんと。関係ないのに。ここが汚れてます。ここですか。これ取れない落書きすんじゃないよ。の。え。うわ。この手油、あ、これ多分ケツの油だな、これ。多分この。ケツ本当に油なんにか通じさ。る感じ？さも座ってたであろうところにケツ油うが。わー、最悪。ケツの油が、ほんと、ケ困るツね。油やばいわ、これ。ケツ油取れねえ。さあ、なんか見えづらい汚れが増えてきた。それは言えてる。難易度上がってるってこと？っていうことなの？戦場済み。壁やるか。ここの壁な。ここの壁底辺だな、マジで。まあ、ちょっとおしゃれにデコボコさしてるせいでさ、てそかういうの。2人でやってんのになんで各自1個ずつさ道具用意してくれないの？ 本当それにをね、思っひてどた。くない？いや、車に積めないんだろう、その何個も何個も。積んでよ、脚立ぐらい。一人一まっ個のためにたはしく。ごだって、自分がもしさ、その業者だとしたらさ、いや俺も使うからさ、つってさ、はしご2個持ってかないっしょ、いいんじゃん、現場で交互に使えばってなるでしょ。移動がだるいよ。たけし。わあ、ここ落書きある、ついに来ちゃった落書きだ。来た、新垣。落書き来たわ。
しかも特に面白くもなんともない。わかる、わかりすぎる。来ちゃった落書き。よし、ちょっと落書きはまだ、ちょっと俺と勝負な。先にちょっと何張り合ってんの。先に全体的に汚れだけ剥がして。何張り合ってんですか。あとでお前は俺と対マンだ。いやもうこの下の方にあるうんこがさ、あーうんちょな、うんちょマジほんと、うんちょマジでうんちょ。いや壁は白でいけるな、やっぱり。落書きだけは取れ、なんとかする。ここじゃダメか。これあと30分で終われる？無理だよ。いやいや、あなたが一番しんどい方からやろうって言うからさ。早く FF のやつやりてえな。ね、いつ出てくるんだろうね。クリアしないとダメなのかな。うん、どうなんだろうね。先に先行でできるのかもしれないけど、ね、やっぱ取っときたいじゃん。あ、それはある。やっぱノーマルをさ全部こう制圧して。もう百戦錬磨になったところでやっぱりファンタジー行きたいよね、やっぱね。そうだね。スピンオフはやっぱ後なのよ。あれ、サッコ終わった？そう。じゃあこれで落書きだけ残して壁は綺麗になったぞ。さあやろうか。だり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 。こういう悪い落書きはね、こうですからね。なおもろくもなんともない落書きすんな、ほんとに。言えてる。もうちょっとなんか見てさ、おおってなるような落書きしなさい。そうよね。大事よ。うわ、結構強情だな、これ。あ、消えた。いきなりピッて消えた。これ超強情。よし。うわ、これはうぜ。落書きうぜ。落書きマジでうぜ。でもね、分かった。黄色でやりながらもこうね、ゆっくりこう下ろしていくとね、うん、消えるんだよね。当てる時間を伸ばしながらこうゆっくりこうゆっくり上げていくとどんどん消えていく。早くやっちゃダメ。巻きでお願いします。いやいや違う違う違う。巻きとかじゃないの。何回もこう上下上下ってやらずにこうスーッてゆっくりやっていくと、ほら消えてくる。ほらすごい。あら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 、すごい。消しゴムマジック、消しゴムマジック。言ったっけ、この間さ、うん、実家でさ、実家も犬飼ってんだけどさ、うん、でそ、あの白い柴犬飼ってんだけどさ、うん、でなんかいとこがさ遊びに来た時さ、
なんかそのいとこの子供かなんかがさ、その、うん、犬のトリミング関係かなんかの仕事しててさ、犬慣れめっちゃしてんのよ。でそれでさ、なんかその犬をさ写真撮ってあげるっつってさ、今までなんかないぐらいこう魚眼っぽい感じでさ、すごい犬がこう笑ってるさ写真を撮ってくれたらしいのよ。でそれがさ LINE で送られてきてさ、かわいい嬉しいっつって、でなんかうちのかみさんがその写真を送ったらしいの。で来てさ、あかわいいですねってうちのかみさんがうちのおふくろにさ返信して返したんだけどさ、その写真の後ろにさじいさんが写ってるのよ。うん、102歳のじいさんが落ちててさ、もうこのおじいさんだけ消しゴムマジックで消したいっつってて、いやもう別にいいじゃんおじいさん写ったっておじいちゃんいらないから消しゴムマジックで消してって書いてあってそのおじいちゃんいらないにはこうなんか別の意味がかかってて嫌だなっつっておじいちゃんいらない、おじいちゃんいらないから消しゴムマジックで消してって LINE できたって言われたからさ、うん、まあまあまあいろいろ溜まってんだろっつってあこの落書きは豪華、これ頑丈だ、これ豪丈だな、ほんとに果てしねえな、ほんともう果てし、あ果てしない、まさかね、あの時ねパリに行くなんて思ってなかっただろうな。本当もう人で、人いちゃん以外もうみんなろくでもねえから、本当だよマジ人いちゃんだけだよ、本当立派になったの、本当だよ人いちゃんだけなんだよ。島袋可愛かったよな、やっぱ沖縄の人はやっぱ恋沙汰やっぱ多いよねなんかわかんないけど何なんだろうな、やっぱ島の気温がそうさせんのかな、やっぱりそうなのかな、か多くねやっぱりやっぱりさ別にこうねそれで区別するわけじゃないけど、やっぱりちょっと多すぎないですか、うん、って思っちゃうんだよね、やっぱりそうですよね、ちょっとね、うん、あれってうん、おやおやおや、これはおかしいなって、大阪人ケチとかいうとこよりかさもっと信憑性高いもんね、やっぱり、うん、琉球のこう恋沙汰多すぎっていうそれは言えてるね。いや沖縄に住んでてさやることなくてならわかるよ、でもさ東京来てさ、うん、そこ変わらないってなってくるとさ、もうそれはもうもうそれはもうあの琉球の地、琉球の地なんだよなって思っちゃう。末期ですわ。末期って、まあそうだね。まあでもスピードの子たちなんで多分学校行けてなかったろうしな、ほとんど。そうだよね、あんまりね、まともに行けてないよね。夜も引っ張れてたもんね。うん、ほんと。夜引っ張られてんだもん。学校行く暇ないよ。三宅裕司。ひでちゃん、ひでちゃんでしょ。三宅裕司引っ張られてる。ひでちゃんでしょ。そっちか。徳さんかな。いや徳さんのことも考えられる。徳さんだったかもしれない。ひでちゃんじゃないでも。これシー、これシースーだねっつって連れてこられてた。業界用語。チャンネルとシースーで。チャンネルと数字。スピードのみんなもさ、チャンネルとさ、シースーでっつって。いらないこと教わっちゃったかもしれないな、やっぱひでちゃんからやっぱり。芸能界のいろは教わっちゃった恐れあり、ほんとね、いら、うん、いらないことを教わっちゃったよ、ね、そう、やっぱ夜の引っ張れがやっぱ良くなかったかもしれないな、うん、間違いない、そうそう、いろいろ教わっちゃったんだろうね、ね、良くないことね、BG、BG4 からグッチさん、グッチと元からやっぱ教わったんじゃない、いらないこと、かなり遊んでた、あの二人は、そうそう、うん、あと美藤勲から教わったんじゃない美藤さんも出てたでしょ、うん、かあと狩人から教わったじゃん、狩人もうただ夜も引っ張り出てる人言ってるだけじゃん、本当だよ、狩人仲悪いから、仲悪いんだ、そう仲悪いよ、どうすんのだって、多分もう一緒にやってないんじゃない、え嘘だって狩人
としてしかさ、やってくしかないのにさ、仲悪い、せめて仲良くあれよ。仕事の時はね、割り切ってちょっとやってほしいよね、しっかりね。あんな顔そっくりな兄弟で仲悪い、マジもう最悪じゃん。もうこれだけ、テイク2張りじゃないの。いや、これだけは気をつけてくださいよ、やっぱりさ、もう仲良くあるしかなくない。だってテイク2はもうって言ってバラバラだから別にいいけどさ、いいじゃん、一人はなんか下町キャラで売って、もう一人はバスの東京マガジン出てりゃいいじゃん。仲悪いのになんで一緒に仕事始めたんだろうね。もともと仲悪かったわけじゃないでしょ、って別に。途中でかな、やっぱ。いや、そうじゃない、やっぱな、うまくいかな、売れなくなっちゃってとかじゃないの、やっぱり。ああ。金の切れ目紙はどうじゃない。そういうことか。いや、でも兄弟だからね、縁は切れないからね。そうなんだよね。落書きがうざすぎるな。それ普通の壁の汚れはさ、もう全然白で取れんのよ。白のロングノズルで取れんだけどさ、落書きなんだよね。落書きなんだよな。とりあえず落書き残してちょっと一旦全体の壁の汚れを取っちまおうわ、うん、ちょっと後で集中して潰せば。このしかもはなんかこのぐちゃぐちゃぐちゃって書いてあるだけのイラつく、あのストゥーシーみたいなやつでしょ。そう、余計イラつく。ストゥーシーめっちゃ流行ったよね。ストゥーシー流行ったね。今何してんだろうその人。なんストゥーシーの人。そう、ストゥーシーの人何してんの。いや、まだあるよストゥーシー。ある、ストゥーシー。この池袋にあったよ、パルコに。ストゥーシーのお店。本当、うん、なくなってはねえだろ、ステューシー。頑張ってんだ。頑張ってるでしょ、ステューシーさんだって。まあ他に結構さ、なんかそういうストリート系ハイブランド増えちゃったからね。ああ、そうだね。あれなんだっけ、ただただ。あと何、2号とかのやつ、なんだっけ。エイプ。そうそうそう。志村が気がちなやつ。そう。志村好きなやつ。志村好きなやつ。志村といえばエイプ。そう、志村といえばエイプ。といえば志村。そうそう、ダウンタウンデラックス出てる時大体エイプ来てる。志村。そう。逆にもうそのせいで俺もうエイプ欲しいと思ったことがない。あれだよ、なんだっけ、今流行ってるかどうか知らないけど、あのなんか T シャツのあの真ん中にさ、ただメーカー名書いてあるだけみたいな、赤のやつなんだっけ。ああ。なんだっけあれ、忘れちゃったメーカー。なんだっけ、なんかあれですね、スポルディングスみたいな名前のやつなんだっけ。あ、スプリーム。あー、そうスプリーム。スプリームは何がいいのかはちょっともう分からんな。うん、なんか大体スプリーム身につけてる人って全身それっていうの多いよね。あ、そう、多い。靴とかさ、そう、全身スプリーム。そう、頭からつま先まで。もうめっちゃ刺し歯もシュプリームじゃないかなと思っちゃう。何そう。なんで。あ、そういえば2号って歯がダイヤだって。ダイヤかなんか言ってたよ。ああ、そう、ダイヤだった。そう。ねえ。あ、どんな感覚なんだろうか。わからん。ねえ、ご飯美味しく食べれてんの。いや、なんか飯がうまいとか言ってた気がするけどね。マジで。確か出た時、テレビで。はあ。美味しいんだ。なんか歯磨き大変そうだけどね。一歩間違えすぐ取れちゃいそうじゃん。なんか、うん、すぐ取れちゃいそう。飲み込んじゃないのかな。まあ出るか。ハイチュウ飲めなす。ハイチュウ食えなす。なんでも出るか。危険すぎてハイチュウ食えない。ハイチュウ。ああ、なんだろうな。なんかある？その今気に入って買ってますみたいなブランド。ないな。昔はさ、そのマルキューとかでさ、ああ、そうですね、ってたけど木並先生意外とマルキューなんだよ。そう、マルキュー言ってましたね。マルキュー女子なんだ。そのマルキュー言ってましたよ、しょっちゅう言ってましたわ。マルキューね、俺マルキューを初めて見た時、渋谷なんか行かないじゃん、
めったに、うん、その東京生まれだけど用事ないから。でマルキュー初めて見た時、うん、俺大学生だったけど衝撃だったけど、マルキュー思ったよりちっちゃいと思った。そう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 なの、中入るとなんかこんなもんなのみたいなさ。そうちっちゃいと、ね、うん、上野のアブアブぐらいしかねえじゃんと思った。いやもうちょっとあるよ。いや嘘、マルキュー、なんか俺の中でそのイメージなんだけど、アブアブより値段、アブアブなんかよくわかんないおばさんの服とか持ってるじゃん。そうなんかジャンルがバラバラやん。おやめたけど、うちの神さん好きなんだからアブアブいやでも私もアブアブ行ってたけどジャンルがバラバラやん。神さんなんか友達の結婚式呼ばれて結婚式の服買わなきゃいけない時、アブアブでいいかって言うから、ちょっとさすがにお前30超えたらアブアブはどうなんって思ったでも他ないもんって言われて、飲み屋街もさ多かったから、うん、そういうなんかドレスとかまでいっぱい売ってたよね。売ってる売ってる、結婚式用の服とか買ってたよな、うん、それっぽいやつね。どうせ1回しか着ねえからいいんだとか言って、うん、そうまあね、そうだよね、バッグとかもね、そうそう全部そこで揃えられるね。そうそう、便利便利。これはあの上野近辺女子のあるあるだそう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 、一回しか着ないけどそれっぽく見える服はアブアブで買いがち残念ながらもうね、ないんだよね、アブアブなくなってしまいましたけれども。アブアブね、なくなっちゃったよね。びっくりしたわ、なくなるって聞いて。ってことはじゃあ、ね、上でケーキ食べ放題食えなくなっちゃったスイパラね、スイパラ、スイパラでケーキも食い放題じゃなければカレーも食えなくなっちゃったでも別のところに移動したわけじゃなくてもうないのかな。いやないと思うよ、スイパラわざわざ上野のどっかに移動することもないだろう。だって別にわざわざまあね、いっぱいあるしな店舗ね。そうあるからね、別にどうしても上野にやりたいっていうこともないでしょうんね、ないね。ほらほらほら、いやこの斜面の汚れマジで何なんだこれ。何落ちないの？落ちないんだよね、簡単に落ちない。結構上に登ってやった方がやりやすいよ。嘘、うん、もう結構斜面とか頑固だからさ、うん、いやなんか壁とかさ白でパーってやったら結構取れるから薬焼き以外は。なんだけど、うん、なんか意外にこの赤いこの坂はさ白だけじゃ落ちない、うん、本当に落ちる。うわ結構残ってる。あ落書きうぜえ本当に。何で落書きしたのこれ本当に。クーピーじゃん。かわいい。かわいすぎる。じゃあ取れるよ。クレヨンよりはね弱いよね。弱い感じはあるよね、うん、クーピーは。石油がなんかできてるからね。うん、なんかクーピー用の消しゴムとかもついてるよねあれね。あったークーピー用の消しゴム。ね、なんか砂みたいなやつ。そう砂みたいなやつ。あったわ。うわーこの落書きはいいやつくーこれ。なこれ。俺が落書き全放置してるからムカつきすぎて後でやろうと思って後でやろうってバレてるよ。いやこの黒いところをとりあえず一旦さもう取らないとさ、なんかもうそこにもうかまけてる暇がないというか。でも落書きやっぱ時間かかるからね。そうかかる。いいね、チーンきた。かかるわこれ。でも落書き最後にしといた方がいいかも、うん、まあ、まだそんなに落ちてないのにチーンくるから。ああそうね、結構いい、うん、楽だよね、うん、時短になる作業的には楽、うん、いやこことかなし。今度落書き腹立つ。今度白かい、白で楽あっから。こことかマジよ。本当誰だこれやったやつ。本当。ちょっとゾンビさん歯医者通えてんの？いや通えてねえよ。仕事忙しすぎて。忙しすぎて。行けてねえよ。なんだろうこの間奥1個割れたよ。
またうわ追加嘘だ。パキンっ治療途つって。中じゃなくていや違う。ニューカママジかよやばー。あれ？と思って朝起きた時に、あれ？なんかここ下パッとやった時、あれ？なんかスースーすると思って、ないと。あ、ないと。ない はあ、ないってなった、奥が。あいや、本当にそんなばっかっすよ。いや、そのさ、スケジュールが決まってないことがすげえ多かったから、今のと予ころ約ででき働ないてよて、そうそう、だからね。さ、次は何日ですねって言われた時にさ、いや、すいません、ちょっとそこ、ちょっとまだ全然わかんなくて、つって。で、決まり次第連絡します、つって、連絡する、できなくなっちゃうみたいなさ。でも、昔よりか歯医者優しいからさ、なんか、怒られないからいいよね。怒らいや、なんない。か昔のイメージだとさ、もう行かなかったらさ、もうめっちゃ、なんでここまでして放置したなとか言って怒られたらさ、もうへそ曲げちゃうよ、こっちも。ああ もう怖い、この人行きたくないってなっちゃうからさ。そういう先生も減ったよね、だいぶね。まあ、今、歯医者すげえ多いから、やっぱり、昔よりかはなくなったよね、それが。でもやっぱ遅刻してくる人とかにはね、言うけどね、先生は。遅刻はさすがにないな。なんだったら俺5分前ぐらいに、5分前とか10分前に来ちゃうもん。やっぱそわそわしちゃうから、やっありがたぱ。いや、もうだって怖いんだもん、行くの。心の準備しとかないそうとそうか。そうそう。外で、待合室でさ、しばらくなんかちょっと、歯に関連するなんか、雑誌とか読んじゃう。ついに虫歯が撲滅されたかって記事が出てないかなって思いながら。ないわ。それを期待して。ここら辺はでも、なんか若干残ってんのかな。この若干の上か残りな。が、ちょっともうちょっとさ、ダッシュできるようにしてほしいな。嘘、この細かいこれのせいでチンって言わなかったの、これ。あとはでも下だね、大体ね。ここら辺が全上然、はね、良くなってきた上はね。だいぶ良くなってきて、下がやっぱり、だいぶまだ残ってんな。この下はどうすっかな。こっちから順番に行くか、じゃ。骨が折れるぜ。いや、これは提言だわ。白だとな。でもあれだな、これ、汚れをさ、洗剤とか使って白でファーってやると取れたりすんのかな。ね、それを期待し洗ちゃう。剤。いや、洗剤さ、使多目わ的す。でいいのかな？多多目目的いいん的じゃ用洗剤。こうやってみる？ない？なんか床とかファーっていけそうじゃない？ちなみに俺今まで使っ洗たことあ剤選る？べない。ない。洗剤選べないぞ。なんで？ノズル買ってんのにならない。嘘。これにはつけられないってこと？ああ、なるほど、なるほど。わかんない。え、ついてんのかなこれ。勝手になってるかな。あ、でもすごい落ちるよ。嘘。全然これ使ってることになってんのかな。なってるのかもしれない。もしかしたらなってマないジ？のかな。どっちだろう、わかんない。わかんないって言われちゃってもわ かんないなな。わ かんないって言われちゃうとな、困っぁ。いちゃや、う使っな。てないかもしんないな。勝手にはめてんのかな、これ。したらつくんじゃない？洗剤。でもその洗剤用のさ、ノズルに切り替えられないんだよな。バグじゃん。そうなんかな。使えてんのかな。よくわかんないな。
ぱ白でやる、青、緑でやるとやっぱ落ちんな。そうなんだよね。ただ白でやりてえなーってなっちゃうんだよな、ここまで綺麗と床が。広範囲のやつでね、やっぱやりたいね。たまに会社とかでさ、オフィスとかの廊下とかやってるポリッシャーみたいなの やりたいよ、ずーっと。あこんなちま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 洗浄かけてさ、高圧洗浄してないで。だよなー。お、壁終わった。よしよし。素晴らしい。いやーもう、今の時期から大掃除始めとかないと終わんないな。大掃除そんなに捨てるもんあるけ？あるよ。しゃあもう買いすぎだ。服とかさ。服なんて。服全然整理してないわ。服全然買ってない最近。まあマジで。あんまり買ってないけど。服なんかもう本当整理してないんだよな。本当アマゾンエッセンシャルで黒の T シャツ4枚買ったぐらいです。無地のシンプル。そう、ついに俺ねもう無地の T シャツ着るブーム来たんだよ、ね、シンプル。そう、今までさ結構柄物のやつ着てたけど、柄を半分ぐらいと、変な T シャツ着なくなっちゃったんですか？着てるけど、着てる、それ半分ので、今まで全部柄ついてたけど、無地の T シャツで日常を過ごす、だからで仕事行くときとか無地の T シャツ着てったりとか、でどっかお出かけってなったら、まあ、無地の、柄の T シャツ着るようにしてってやったら、案外無地おしゃれってことに気づいた。38日で気づいた。無地の T シャツっておしゃれなんだと。だからおしゃれな人って無地の服着てるんだと。知らなかったと。今？今更気づいた。もう衝撃が走ったよね。雷が落ちたかなと思って。無地って無地っておしゃれなんだ。最近だから、アマゾンエッセンシャルで黒の T シャツ買ったのと、あとあれだ、無印で黒の無地の T シャツ買って着比べてみてみたいな。うん。無印の。無地の T シャツにハマってんのに。ハマってるっていうか、いや、ハマってるわけじゃない。生活に取り入れたっていうだけ。生活に加わってきたっていう。無地の T シャツ。そう、ね、そう。全然簡単に受け入れられたっていう。その代わり柄、シンプルもいいな。そうそう、シンプルも。その代わり柄のやつはなんかちょっといいやつ買おうと思って、なんか好きなキューンの T シャツ買うようにして。いや、エイプでしょ。いや、キューン可愛いんだよ。ウサギのさ、エイプじゃない？ウサギのあんじゃん。あんまし取り扱ってる店ないらしいんだけど。エイプは着ねえな。緑でやっちゃった方が楽だな。エイプは着ねえな。ちょっとストリートが過ぎるな。ちょっと。本当。これエイプまだ渋谷とかに店舗あんのかな。あんじゃねえ。だってまだ着てる人たまに見るぜ、俺。エイプ。あ、そう。うん。いたんだよな。知り合いでさ、全身エイプの人。志村じゃないけど。第二の志村だよ。いや、別に全身エイプだからって志村ほど面白いかどうかは分かんないからさ。別に全身エイプ着たから志村面白いわけじゃないから、あの人もともと面白いから。そっか。めちゃくちゃ面白かった人がただ全員、そう、たまたまめちゃくちゃ面白かった人が全身エイプだったってだけだったんです。順番が違うもん。そういうことか。そう、全然順番違うから。全然気がつかなかったわ。エイプだからだと思ってたわ。マジで、じゃ志村のこと舐めすぎじゃない。志村は別にエイプを着てるから価値が上がったわけじゃないんだよ。オッケー、コーナーワーク行った。もう流れてくるメールとか一切読んでないんだけど、なんか意味あるのかな、このメールは。次回のミッションの説明じゃないの？ヒントみたいな。ヒントって、まあ、次回のミッションのあれじゃない？説明なんだ。そうそう、次回に予告みたいなもんでしょ。こ
こういうのがあるわよって、そうそう、こんな依頼が来てるわよみたいな、なるほどってやりながら、ああ次こん次またこんなしんどいのやるんだって思って作業効率を低下させるつもりなんじゃないの、つらい。ああでもこれ緑最強かな今ここは。緑が一番安定してるね。緑安定してる、うん、ほんと。まあ緑の威力で白が一番いいんだけどな。そう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 、それはちょっとわがままだね。そう、それは多分もっと機械が良くならないとダメだね。そこまでいくともうこのゲームやってる理由が分かんなくなってくるもんね。ほんと早く終わらせてるだけじゃんってなってきてるそうそうそう、もっとしんどいやつが来ないと強いの多分使えないんだよ。そうだね、もうあのほら何つうのポリッシャーみたいなさ、もうなんか汚れを取るという、洗い流すというかさ、もう削り取るみたいなさ、なんかレベルまでいかないとやっぱりそうそうそう、じゃあちょっとこっち側か。いやでも緑優秀だな。うん、万能だよ。万能で往復しないもんね、うん、一ターンでいけるもん結構。そう頑丈なよ俺も。そうなの、緑最強。これちょっと攻略ウィキに書いておいてみんな。そうね、うん、緑が最強。緑最強、まず緑で落ちないものはないっていう。そう黄色まで行くとちょっと使いづらいんだよね。そうなの、チャカチャカ動かなきゃいけない、ちょっと狭すぎんだよね。もう赤なんて論外なんだよ、うん、赤使うタイミングがない。ない正直。これなるっしょならない、ああなった、よっしゃなったなった。一瞬ヒヤッとした、ならなかったらどうしようかと思って。いや、ここがあれなんじゃないかな、こっちでいいんじゃないかな。こっち側まだ汚かったな、もうちょっと幅がな。よし、もうちょっと幅がな。ちょっとなあ、あでもこうやっていくとちょっとここ残ってる。いやこの床さ、白床さ、うんうん、ジャッジ厳しかったらもう死ぬしかないよいやここは緩くあっていいでしょみたいな。ほんと無理、無理だよ、ね、残った汚れ探すのがきつい、地獄すぎる。本当にこんなに綺麗に落ちんならちょっとやりてえわ。ほんとね、これ実家にあんだよな、ケルヒャー。ちょっと持ってきてベランダやってみようかな。結構でも音がうるさいんじゃないの。ああ言うね、こういうのって。まあそりゃそうだよな、ね、うん、すげえ圧力で水出してるってことでしょ。うん、まあ日中じゃなきゃ無理だな。無理だね、そのうちあれ掲示板に貼り出されちゃうよよくあるやつだ。そう、あでもだんだんでも白い方が多くなってきた。あん、ね、でもすげえな、あんなに真っ黒だったのにここまでいくんだ。とね、だいぶ綺麗になったよね。このゲームが教えてくれるやっぱ継続ってすごいなって。大事、地道に続けていくことって本当に大事だよっていうこと。うん、
ったら掃除してるだけなの。そう。いや、あの死体の掃除するやつちょっとプレステル出てくんないかな。ほんとめっちゃやっちゃうわ、そんなね。気になるね。めっちゃやっちゃう。こういう掃除ゲーもっと出ていいと思うんだけどな、 PS で。結構買うよ、うん、俺。なんか昔オトジャがやってたけど、なんかあの FPS ゲームでさ、うん、次の面に行った後、その、まあ、なんていうの、エリア変わってさ戻ってきたら死体なくなってるじゃん、うん、あれは実はそういう掃除の業者がいて掃除をしてたっていう設定のさゲームをやっててさ、結構面白そうだったんだ。あったね、うん、警察とか見つからないように隠れながらやるんだっけ。いいなぁと思って、やりてぇと思って。あれ、それなかった PS に。え、ないっしょ。あった気がするよ、多分。あ、多分違うゲームだな。なんかただ掃除するだけだった気がする。 うん、え、なんてやつそれ。あ、掃除するだけやだけか。じゃあ違うゲームだったのか。え、それなんてゲーム、それどういうゲーム。名前忘れたけど、でもこんなに綺麗な感じの絵じゃないね。なんかそっか、それがちょっと見下ろし型のドット絵っぽいやつだったかな。それがちょっと問題なんだよね、やっぱ。やった後やっぱ達成感来ないと。これみたいにやっぱりちょっと、うわ綺麗になったマジで。ゾンさんがやってたあのマイアミみたいな感じね。あ、ホットラインマイアミみたいな。そうそう、ああいうなんか見下ろしっぽいやつだった気がすんな。あ、多分それはちょっと何とも言えないな。いや、これは、え、気がついたら 94% だ。すげえ。ほんとだ。素晴らしい。じゃあ、この後が床だけじゃね。ちょっと見てみるか。ギャラリー用ベンチ 99%。いや、後にしよう。先に床やっちゃう。だんだん早くなってきた。ちょっと雑になってきてはいるけど、うん、いや、この往復が早くなってきてる。半分までいった。よし、いいぞ。あら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 あ。ここも終わったかな。あとは床。まあ、結構綺麗になったんじゃない？うん、とは思うけどね。まさか床のこの細々したとこまでやれだというのが。それはちょっとジャッジ厳しくないですか。あ、でも全然汚れが出てるところ、表示が出ないな。パッと見た感じ、あー、ここか、ここ、マジ。ちょっとはしごくれ。はしごどこだ。あったあったあった。この上か。これ骨だな。この上は結構骨よ。骨ですよ。いやー、ここな、ここ。ここ。
ここか。こっちかな。屋上っていうのは結構壁の上っていうのかな。やっぱ緑なんだよな。レール。あとはどこだ。ここか。結構綺麗になったの。やばすげえ、ちょっと感動するぐらい綺麗になってる。ギャラリーエリアの地面、プラットフォーム。確かにここ汚れてるな。壁？壁もまだできてないとこあんの？どこ？全く分からんぞ。壁？あ、行った行った。お、いけたいけた。ギャラリーエリアの地面、スケートパークの地面、壁。そう、壁、どこの壁じゃん。壁。落書きあるとこ結構やってるからね、ちゃんと。うん。このこまごましたとこだ。床だ。ギャラリーエリアってどこや。ここでもまだ汚いか。汚れの反応来るか。ここ今回結構厳しいね。厳しい。床結構厳しい。うん。あと白だとすっげえ見づれね。多分その細かいゴミ、あの汚れも含めて全体の何パーまでいったらチーンってなるとかってなってんだろうね、多分ね。いや、鳴ってくれ。いや、もう鳴ってくれ。寝かしてくれ。厳しいジャッジ。寝かしてくれ。いた。おお。いや、俺これ多分ね、うん、上じゃないかと踏んでんだよな、俺。ああ。うん。おお、終わった。ナイス。あと壁だけ？壁だけ。どこ？ある。あった。見えた。あった。うん、あっちだ。お、運んでる運んでる。あはー。
つけた。オッケー。やったー。やったー、終わったー。やったねー、寝られるー。おー、すごい。うわー、すごい、気持ちいい。見よ見よ。早く見直そう。見よ見よ。うわー、めちゃめちゃ気持ちいい。うわー。うわー、うんこと書いてある。うわ、すげーな、マジ。わあ、巡査業向きのウォッシャー買えるようになったおぞ。やったぜ、顔嬉しい。いや、めっちゃ頑張ったな、これすごいわ。もうちょっと長めにしてもいいんじゃないってぐらい、この掃除の時間の映像。ああ、この中のプールみたいなとこ最後にやったんだ、知らなかった。強いぞ、オゾン。すげえ。マジ強いぞ、これ。マジ、オゾンが押されてるよ、この白で。うわ、嘘、白で押されてんの。うん、白で押されてる。重作業向け、ちょっと待って。重作業向け、ちょっと待って。どんなやつ。やばい。どれ、プラビスタ。あ、これか。プライムビスタか。いや、これいいぞ。これめっちゃすごいんじゃない、ちょっと待って。うん、やってみ、白でグイグイ押されてる。白でもやってみ。白でもちょっと押されるんだ。押されてるから、わ、そう。すごい。あ、全違うよね、やっぱね。いや、待って、全然威力違う。力強いよ、やっぱ。力強い。圧が。これでさ、いいね、もう最初の家とかやったらもう瞬殺じゃねえの、多分。うん、間違いない。うわぁ、これはいいわ。ちょっと、あー、いいね。じゃあ、あと1個やって終わりにしよう。やるんかい。いいのが出てきた。やるんかい。これすぐ終わるから。あ、全然私は。あの、新しいウォッシャーをね、試す。私も全然構わないですけど。やってみましょう。あ、ね、もうこんな楽勝じゃないですか。ちょっと待ってください。うわー、すごい。うわ、すげえ。白、白でめっちゃ綺麗な。白でこれ、この水圧。いいね。え、すごい。やばい、めっちゃいい。めっちゃいい、これ。めちゃめちゃいい。うわぁ。めちゃめちゃいいね。いや、最強じゃん。白でこれ。いや、緑なんてもう、壊れんじゃん。どうだ。でも意外にまだ、意外まだ 80% と 90% いってない。意外と細かい。おお、9、あと 8%。 すごい、いいね、これ。これはいいわ。これでちょっと最初の家とかやってみたいね。やりてえ。あと 4% どこだ。すごい。ディディディン。ほうほうほう。そこか。すごい。いいね。あそこだ。そこだ。ほう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 。そのこ。よし。終わった。あ、まだか。泥除けって何？泥除けはここかな。よし、燃料タンク。燃料タンク。燃料タンクどこだ？燃料タンクはここじゃない。あっしゃー、終わった。OK、早っ。めっちゃいい。めちゃめちゃいいわ。いや、これなんてもうすごいわ、水圧、ほら。怖っ、音が重いよ。音が重い。でも微動だにしない花瓶。え、すごいこれ。ねえ、これずっとこうってやってたらもう穴開くんじゃない？
地面に。あ、でも完了積み、あ、できないか、ステージ完了ってなってるのかな。フリーモードかなんかにするとできんじゃない、確か。ああ、そういうことか。いや、水の音うるせえ。これはすごいね。うるせえ。超高性能だ。これはすごい。あ、これセーブどれだっけ、忘れちゃったな。セーブしなくてもいけた気がするよ、普通に。じゃあ今日はここまでにしましょう。 OK。 わー、1時じゃん。一応見ておきましょう、ここはいいよね。寄ってたかってるぞ。はい、というわけで、まだまだ、遊び足りない。次は何だ、次は何だとやりたくて仕方なくなってしまう、パワーを縮めれた。また次回もやっていきたいと思いますので、見ていただけたら幸いでございます。というわけで、また次回お会いしましょう。それじゃ、良い一日を。お疲れ様でした。おやすみなさい。